高岡メッセージ。ここのところ世界のニュースは、まあ、ウクライナの反転攻勢、まあ、ロシアに攻められているウクライナが、まあ、反撃を始めるということで持ちきりではありますが、実はそのためにですね、まあ、いろんな兵器をヨーロッパ西側が供給をいたしました。準備ができたとゼレンスキー大統領は言っていたわけですが、ここに来てヨーロッパを揺るがすニュースがまた飛び込んできておりまして、ある国が、そのヨーロッパの国が武器をウクライナに渡すことについてちょっと言葉悪いですが障害になりつつあるというのが今日の解説でございます。その国は日本人にとってはとってもいいイメージの行きたい国、私的にはナンバーワンでございます。そこには私の大好きなこの犬のふるさと、スイスです。セントバーナードはスイスの山岳救助犬として有名でございますね。そのスイスと言いますと、やはりこの永世中立国ということで日本でも、まあ、教科書で習うぐらいですからね、はい、大変有名でございます。永世中立というのはもうこれから先もずっと未来永劫どこの国の味方もしないと、中立であるということなんですが、そのためにまずこの永世中立を解説をいたしますが、いつからでしょうかということなんですが、1815年からです。まあ、チーズとか時計も有名な国でございますけれども、1815年ヨーロッパでは大きな戦争がございまして、その終わりの会議の時にもうスイスはもう戦争は嫌だと、ずっと中立でいたいということを宣言をして周りの国が認めたんですが、1815年は徳川11代将軍の時代といってもなかなかイメージが湧きませんが、テレビドラマでおなじみの方といきますと遠山の金さんがご存命の時代でございます。それ以外で、まあ、テレビご覧の皆さんどうでしょうね、これもあの図画工作で出てきますけど、葛飾北斎、あの赤い富士山のあれをお書きになった方が現役の頃にスイスはすでに永世中立を宣言をしているわけでございます。それをずっと守ってきたんですね。ただ何もしないで守ってきたわけではなくて、いろいろな努力をいたしました。一つは攻められないように、国民の中で男性はですね、もう18歳から30歳皆さんです、軍隊や民間の組織に従事して、軍隊の仕事を覚えるという義務がある。それから世界中からよくあれ、あのドラマ出てきますが、スイス銀行に資金を預けたなんてことが出てきますけどね、スイスはですね、もうどういう由来のお金であろうがお預かりしますと、そして預けた方のプライバシーは完璧に守る、そして、その安全をアピールしてジュネーブ、ね、有名な街でございますが、ここに、国際機関、こういうことを、まあ、自分たちの中立を守る条件として頑張っている。そうするともう世界がどういう考え方を信じている国であろうがスイスは受け入れます、代表的なのがアジアの超有名人、はい、北朝鮮の金正恩さんですね。この方はあの子供時代をスイスで過ごしたと言われてますが、本当謎に包まれているのは当時のスイスの関係者が非常に口が固くて言わないということがありますが、北朝鮮の将来の指導者も受け入れたし、北朝鮮もそこへ将来の指導者を出したというぐらい、まあ、スイスは永世中立の力を使ってきたわけなんですが、スイスだからこういったことも実現をしてきました。あのスイスならではのビッグな会談の映像をご覧いただきます。はい、どうぞ。これ今ありえないですよ。握手しているのはバイデン大統領とプーチン大統領です。日付を見ていただきますと2021年なんですね。こういうことをさせてもらえるっていうのも、やはりあのスイスが先ほど申し上げたいろんな努力で、中立の大事な条件はここなんです。どことも距離を等しくする、相手がロシアであれ、北朝鮮であれ、日本であれ、アメリカであれ、どこにぴったりひっつくということはしないと。スイスというのはヨーロッパの山国ですよね。周りは全部 NATO なんです。でもスイスは NATO に入ってない。だから NATO の国々からすると、俺たちが守ってきたも同然じゃないかという思いもスイスとの対立にはあるわけでございますが、さあそのスイスはウクライナの戦争が始まって中立を崩すといわれる歴史的なことをやったのはその金融です。プーチン大統領も含まれていると言われてますが、実態は雲の中ですけれども、まあ、ロシア関連の巨額の資産をですね、もう凍結したと。もうロシアは激怒して、何が中立国だと、もうお金が出せないということでもう怒り狂っているわけですけれども、まあ、この辺りからスイスの地位が少し揺らいできているわけですが、さあスイスはですね、もう一つの顔を持っておりまして、日本人にはちょっと想像できない、あの中立を守るために世界指折りの武器輸出国なんですね。でご覧いただきますと、あの武器輸出額は世界で15位ですが、こちら注目です。世界60の国に武器を輸出してます。ですから平和の国、アルプスの国なんですが、武器をいっぱい作る能力を持ってます。先ほど私あの時計の
大変有名だと言いましたが、精密機械を作る技術がそもそもあるわけですね。でここのお客さんですが、アメリカとか我が国も入ってます。ドイツもいます。で輸出してる有名な企業は日本の防衛省も買ってます。エリコンという会社があって、エリコンは機関砲のメーカーです、で、この全体を買ってるというよりはこの機関砲の部分、これはもうあの第二次世界大戦の頃からの歴史があって、ドイツ軍当時のにも供与されたと言われるようなメーカーなんですが、ここのお客さんが先ほど申し上げましたように世界60カ国、さらにはこういったアメリカやドイツのような大きな軍隊を持っている国なんですが、ここもスイスの非常に頭のいいところで武器を輸出します。そうするとそのことを使って相手の部品や弾、これもスイスに頼ってしまうということになります、で、何かあった時には渡しませんよということでスイスの安全を確保するわけですね。で今回のウクライナなんですが、実はこちら開けてください。あのドイツがもうこういう兵器をですねウクライナに渡すことを決めております。もう一部は行きました。それからデンマークとかスペインも、まあ、同じような武器を渡しているわけですが、弾がないんです、それから部品がないんです。なぜかと言いますと全部スイス製で、スイスはこの中立を守るためにこの国に渡したのであって、ウクライナに二次輸出再輸出をすることは法律で禁止をしている。だからすげなくダメですと言ったわけですね、そうするとウクライナ側からすると、あるいはヨーロッパからすると、これ渡したのに弾がなかったらただの飾りじゃないかということで、スイスに何とかしろ何とかしろという圧力がすごくかかってるわけです、でスイスはですね、あの今年の春頃から大変あの国内が割れまして、議会でも議論があって、やはりもう一旦その金融資産に舵を切ったんだから、ちょっとこの法律に条件をつけたらもうスイスも認めようじゃないかと。実はこれ我が国も一言ではなくて、我が国も防衛装備品をですね、条件付きでもこれからウクライナに渡しましょうということをもう政府は言ってるわけなんですが、じゃあスイスの条件は我が国の言葉とよく似てます。まず国際法上の自衛権でウクライナは戦ってますかと。これはその通りですね。で我が国のその防衛装備品の提供に関してもこの言葉が出てきますけれども、自衛のために無理難題をロシアから言われてやってるんだということは、まあ国際社会の一応の合意だと。でもう一つ、これが難しいです。その再輸出したスイス製の兵器が民間人に対して絶対使われませんね。これはいくらなんでもドローンで監視してじゃあ見分けますかという話になります。世論調査これ出てますが、割れてます。で、世界がその流れに行ってるんだったら、あのお得意様は西側も多いんでね、やっぱりちょっとやっとかないといけないんじゃないですかということがまだ最終決定をしておりません、さあそこでですね、これ中立というのは実はスイスだけの特権ではなくて我が国もそうだったんですね。で我が国を含む世界に知られた中立を貫いてきた国は3つあります。はい、どうぞ。それがですね、日本、そしてスウェーデンでスイスとよく言われてきました。でそれぞれ努力してきたんです、知恵で。で日本は、まあ、憲法9条があると言われてきました。ですからこの殺傷兵器はどこにも出せない。そしてスウェーデンは逆にスイスに似てますが、あの軍需産業が盛んで世界のいろんな国に武器を売って自国の安全を担保してきましたが、ただ今ロシアのこのウクライナの問題を受けて NATO に入りたいと言ってますので、もうここも中立が崩壊しつつあると言われ、そしてスイスは申し上げたように再輸出をすればもうダメということになります。で日本は憲法9条は維持してますが、もうすでにロシアからは敵国扱いですね。で、防衛装備品を提供するということも明確にしてます。そうするとですね、まあどちらかというと国土は小さな国が多いです。でそういった国々が中立の役目を認めてもらえなくなるということになると、今後の世界の未来に関しては国と国が揉めた時に中立国だからできる仲介役っていうのがもうできなくなります。そうするともうすでにこれ現実になってますが、ゾッとするのは今後中立で仲介ができるのは力を持ってる大国しかできなくなって、それが最終的には核保有国でしょうと。核保有国が中立の立場で仲介をする、そんな地球の未来は見たいんですか皆さん、という話です。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。